帰るから大丈夫。それがあるからな、ドラゴンボールって結局優しい世界だ。誰も死んでもみんな生き返るもんな。ていうか天国にいる時点でなんかあんまり死んだ感ないよな。死とは一体ってなるよね。なんかなりません？死ってなんだろうってなる。生きてるって何？生きてるって何か。生きてるってなんだろう。考えるわ船長。生きてるって何か。生きてるって。はい、考えてる。考えるってことじゃない？考えるのをやめたら死んでる。うん、どう？哲学始まった。じゃあ植物は何？植物はね、死んでる。何も考えてないから。考えてるかもしれん。考えてるかも。もしか植物分からんだけでさ、考えてるかもしれんもんな。魚とかもさ、何も考えてないと見せかけてさ、意外とさ、考えてさ、やってたりするじゃん。いや、知らんけど、そう、多分考えてるじゃん、魚も。何？サボテンは喋る？じゃあサボテンは生きてるわ。サボテンは生きてる。考えるって何？え？思考を巡らせることだよ。そんなことは自分で考えろ、そんなことぐらい。考えるって何？考えるのをやめた瞬間、お前はもう考えてないから死んでる。生きたければ考えるんだ。AI は生きてる？え、AI は、生きてる。考えてる。プログラミングされてるよ。確かにプログラミングされてるけど、そんなん言い出したら我々の思考だってプログラミングされてるものかもしれんやん。だって、本能っていうのはさ、自分で考えたことではなくさ、プログラミングされているものだから、だからペッパーくんは生きてる。うん、ペッパーくん生きてる。それで言うと、あれも生きてるね。なんだっけ、ファービーも生きてる。何言ってるの？君にはわからないか。君にはまだわからないか。君がこの次元に来るのを船長は待ってる。もう生きてるか死んでるかの話はさ、船長には荷が重いよ。違う話しようよ。違う話して。